山内昇は、日本の政治家、警察官、岐阜県下路市長、岐阜県大垣市出身、岐阜県立大垣北高等学校卒業。1980年3月、立教大学経済学部経営学科卒業。同年4月、岐阜県警察官に採用される。1991年から1996年まで、外務省に出向し、 ニカラグア大使館やバルセロナ総領事館に勤務した。2015年から2016年までゲロ警察署長を務めた。2018年定年退職。2019年12月9日、人気満了に伴うゲロ市長選挙に立候補する意向を表明した。2020年4月5日に告示された市長選挙は新型コロナウイルス感染拡大のため公演や 集会が明けず異例の選挙戦となった。現職の服部秀博は、国島義明鉱山市長など、近隣の市町村の市長の応援を受け、連携の良さをアピール。一方、知名度で、服部に劣る山内は、ツイッター、フェイスブック、youtube などを活用して若い有権者層に浸透を図った。4月12日の投開票の結果、 現職のハットリとの一騎打ちを制止初当選した。4月18日、市長就任。当日有権者数26,799人。最終投票率75.43%。ありがとうございます。